皆さんこんにちは、マイプラチャンネルです。今回もご視聴ありがとうございます。今回は Apple Watch の歩数計アプリの比較紹介をやっていきたいと思います。で、Apple Watch にはわざわざね、歩数計アプリを入れなくてもアクティビティという純正アプリがありまして、あの3つの輪をね、閉じていくやつですよね。おなじみのものなんですが、そのアプリの画面の下の方にスクロールしていくと、その日歩いた歩数をね、表示してくれる機能があるんですけれども、コンプリケーションで画面上に常に歩数を表示する機能がないんですよね。でね、健康のためとか、あるいはダイエットのためなんかにね、1日に1万歩以上歩こうとか5000歩以上歩こうっていうふうに目標を決めて歩いていらっしゃる方、たくさんおいでると思うんですけれども、そういう方はですね、いちいちアプリを起動するんじゃなくて、コンプリケーションでパッと見て、あ、今日何歩歩いてるっていうのを確認したいわけですよね。で、そういう方には専用の歩数計アプリが必要になってくるわけなんですけれども、そういう意味で言うと、歩数計アプリの選ぶポイント、大きなポイントはコンプリケーションに歩数を表示できるかどうかということになると思います。で、実は歩数計アプリっていうのは iPhone のものがね、たくさんあるんですよね。まあ、Apple Watch よりも iPhone の方が歴史が長いので、それは当たり前なんですけれども、基本的には iPhone アプリだったものが Apple Watch に対応したというようなものが多いようです。で、今回ですね、 App Store で歩数計とか、あるいは万歩計っていうふうに検索してですね、たくさん出てくる中から Apple Watch に対応していますよという表示があるものを6個ダウンロードしたんですけれども、その中にはですね、 Apple Watch には対応しているけれども、コンプリケーションでは表示できないというものもいくつかありまして、で、都合最終的に4つの歩数計アプリに絞り込むことになりました。で、その4つというのが、ペドメータープラスプラス、ダッフィー、ステップス、そしてペーサー、この4つでした。で、今回はですね、この4つを比較していきたいと思うんですけれども、これらのね、アプリの iPhone 側での表示や機能は今回はね、割愛させていただきます。というのはですね、歩数計でできることってね、もうすごくシンプルなんですよね。もう大まかに言って3つだと思うんですよ。で、1つ目が歩数をカウント表示してくれることで、2つ目が目標設定までの達成度、これを表示してくれることで、3つ目が過去の歩数の履歴確認ですね。だいたいこの3つの機能だと思うんですよね。で、 iPhone 側のアプリだと、この3つの機能って、まあ、表示の仕方は多少違いがあるんですけれども、どのアプリも全てね、満たしているんですよね。ですので、今回はですね、あくまでも Apple Watch 側での表示の違いとか機能の違い、これをね、中心にお伝えしていきたいと思います。ではね、早速4つのアプリ比較していきます。はい、それではね、歩数計のコンプリケーションの比較をしていきたいと思います。で、コンプリケーションには何種類かパターンがあるんですけれども、まず最初にね、一番馴染み深い丸い小さいタイプのものですね、これの比較をしていきたいと思います。はい、で、今回ね、撮影のために一番コンプリケーションをたくさん表示できるインフォグラフにね、もう目いっぱい歩数計アプリのコンプリケーション表示しております。ちょっと変態的な画面になっていますが、ご容赦ください。まずはこの丸の内側の小さい丸ですね、これの解説をしていきたいと思いますが、一番上から半時計回りにペドメーター、ダッフィー、ステップス、そしてペーサーというふうになっています。で、一番上のペドメーターはちょっと最後に回して、まずこれですね、 2.6 と表示されているものですが、これはダッフィーです。で、この 2.6 は歩数ですね。単位は1000単位で、まだ1000歩未満の歩数の場合は 1K より小さいというふうに表示されるんですけれども、 1K、1000 歩をね、超えてくると、例えば今のように 2.6、2600歩歩いてますよっていうふうに、100の単位までをね、小数点付きで表示してくれます。で、その他ステップスとペーサーはご覧のようにアイコンと、あとね、この丸の周りをぐるりで表示する達成度ですね、これで、まあ、大体どれぐらい歩いてるのかっていうのを表示するようにできています。で、最後に回したこのペドメーター、なぜ最後に回したかというと、実はこのペドメーター、ものすごくですね、たくさんの表示パターンがあるんですね。はい、後でね、理由をお伝えしますけれども、こちらの
文字盤のこれですね、これがペドメーターなんですが、実はですね、小さい丸のコンプリケーション、ペドメーターの場合はご覧の通りですね、円形のグラフで達成度を表示するものから始まって、そのグラフプラス歩数、あるいは歩数と距離だけ、歩いた距離だけですね、あるいは歩数オンリーとか距離オンリーとか達成度、これを数字で表すパターンとか、この12というのはこれ登ったフロアの回数ですね、あるいはそれら合わせたものですね、歩数、距離、そして登った回数を数字で表すもの。さらにはこの辺がね面白いんですけれども、ゴールバーといいまして、円グラフではなくて丸いアイコンにですね、まあ、例えばコップに水を注ぐようにこんな感じでですね、だん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 溜まっていくというような表示、こういうパターンもあります。はい、ということで、まずは小さい丸いコンプリケーション、一番よく目にするタイプですね、これの比較をしてみましたけれども、もうご覧の通りですね、圧倒的に表示パターンが多いのはペドメーターで、あと、まあ、ちょっと省略はしてしまうんですけれども、歩数もね表示してくれるのはダッフィー、そしてあと2つ、ステップスとペーサー、これはですねグラフのみということになりました。はい、続いてね、説明していきますけれども、今ねペドメーター違う文字盤で紹介しましたけれども、なぜかというとですね、実はこのインフォグラフという文字盤のこの円の中の4つの小さいアイコンですが、この上のアイコンのところだけちょっとね表示が違うんですよ。今見ていただいても分かるように、小さい丸いコンプリケーションの上に、ここにですね歩数と距離が出てますよね。はい、例えばこの場所にですねカレンダーを表示すると、曜日と日にち以外に上の部分に今日のね予定を表示してくれるようになります。インフォグラフのこの小さい丸のこの一番上のところだけは文字情報がね付随してね表示することができます。はい、ということで各アプリのですねインフォグラフの文字盤のこの上のところですね、ここを上サブダイヤルと呼ぶらしいんですが、ここに表示した場合のパターンをね紹介したいと思います。で、まずダッフィーからですけれども、ダッフィーの場合は上にですね歩数が表示されるようになります。はい、次にステップスですけれども、ステップスがですね文字情報が一番多くて、歩数プラス距離プラス歩いた分数ですね、これも表示されます。はい、次にペーサーですけれども、ペーサーの場合は通常のね丸いコンプリケーションの表示のパターンにプラスして、これですね歩数が表示されるようになります。はい、で今回もペドメーター一番最後にしたんですが、最後にした理由はすごくねパターンが多いからですね。でちょっとお見せしますけれども、はい、これがねペドメーターのインフォグラフ文字盤上サブダイヤルに表示できるコンプリケーションのパターンなんですが、まあ、こういうね丸い円グラフ状のものに歩数と距離を表したものから始まって、円グラフの中にね歩数を表したもの、同じく円の中に歩数と距離を表示したもの、それからもう円の中には何も表示せずにその上にですね歩数だけを表示したものなどなどですね、いろんなパターンが用意されています。で、あるいはですね先ほどのゴールバーですね、水にコップを注ぐようなタイプのやつの上に歩数と距離を表すものっていうようなものもあります。はい、インフォグラフのね上サブダイヤル、ここにね表示するパターン見ていただきましたけれども、もうここでもねやっぱりペドメーターププラスプラス非常に強いですよね。たくさんの表示パターンの中から好みのものをね選ぶことができます。で、それ以外の3つに関してはまあほぼ横並びっていう感じですね。はい、続いてですねコンプリケーション、インフォグラフのようなこのね真ん中に丸い文字盤が入るもののタイプのものにはですね、こういうふうに四隅に
コンプリケーションを表示する機能があるものがありますよね。で、こういった場合にどういう表示ができるかなんですけれども、左上これダッフィーですが、歩数それから進捗バーですね、あと目標数値が表示されています。で、下の2つステップスとペーサーですけれども、これは2つとも同じですね、進捗バーと歩数が表示されます。で、やっぱりこれなんですよ、ペドメーターなんですが、これがねまた表示パターンがたくさんあります。で、ちょっとお見せしますけれども、はい、こんな感じですね、進捗バーとアイコン、進捗バーと歩数、それから進捗バーがなくて歩数と距離などなどですね、こういった風にいろんなパターンが用意されています。画面の隅っこに表示するコンプリケーションのパターンなんですが、やっぱりこういう風にね、ゴールバー、このタイプも用意されています。はい、インフォグラフ等の文字盤の、四隅のコンプリケーション、これをね紹介しました。ここでもやっぱり圧倒的にたくさんのパターンを表示できる、選ぶことができるのがペドメーターでした。で、それ以外の3つのアプリ、これはねもう横並びですね、進捗バーと歩数を基本的に表示しているというような感じでした。はい、あとですね、コンプリケーションの表示パターンで、例えばインフォグラフモジュラーのような文字盤のこの真ん中の部分ですね、非常に大きく表示できる部分がありますけれども、このね大きいコンプリケーションの場合の表示パターン、これをご紹介します。はい、まずねダッフィーですけれども、歩数ですね、現在の歩数と進捗バーが表示されるんですが、目標達成までねあと何歩歩かないといけないか、これもね表示されます。はい、次にねステップスです。ステップスの場合はこの上の方、小さい数字で歩数、距離、それから歩いた分数ですね、これが出ます。そしてね、この折れ線グラフですけれども、これは過去1週間の歩数の増減を表しています。はい、続いてペーサーですけれども、ペーサーはねこの進捗バーと歩数、これだけですね、非常にシンプルです。はい、そして最後にね、やっぱりねペドメーターの場合、このね大きなコンプリケーションでもたくさんね表示パターン用意してくれています。はい、ちょっとね紹介したいと思いますが、最初にお見せしていたのがこれですね、歩数、距離、そして進捗バーですね。で、これ以外に小さく距離を表示して歩数をね大きく表示しているパターン、それから歩数だけ、距離だけ、進捗状況、達成度だけとかですね、あるいはこの12階建てっていうのは登ったフロア回数ですね、あるいは歩数、距離、登った回数をすべて表示しているパターン、そしてこのペドメーターお得意ですね、このねゴールバーっていうやつですね。で、このね大きいコンプリケーションの場合のゴールバーの表示なんですが、こういう風に表示されるんですよ。左から右へとか右から左へじゃなくて、やっぱり下から溜まっていくんですね。はい、このゴールバーと合わせて歩数を表示したりとかですね、こういったパターンも用意してくれていますが、あとですねこれですね、歩数と距離と登ったフロア、そしてこの棒グラフは今日1日のね歩いた歩数をグラフにしてくれています。ここね緑で1本パンと立っていますけれども、これは僕が朝ウォーキングをしてきた記録ですね。こういったパターンも用意してくれています。はい、大きいコンプリケーションの表示パターン、これをね比較していきましたけれども、これもやっぱりねペドメーター、もうたくさんパターンがあるんですよね。で、あとの3つのアプリに関して言うと、横並びかなというような感じです。はい、で、ここまで4種類のコンプリケーションの比較をしてきましたけれども、まとめてみるとですね、ペドメーターの表示の多彩さ、これがもう圧倒的ですよね。でね、多くの方が求めているであろう機能ですね、コンプリケーションに歩数を表示してほしい、もうこの要求を完全に満たしてくれるのはペドメーター、ちょっと簡略化されるけれども、それに続くのはダッフィーというような感じですよね。で、ステップスとペーサーに関して言うと、小さいコンプリケーション以外の表示方法であれば歩数も表示することができるというような状態ですね。多彩さから言えばもう圧倒的にペドメーターということになると思います。はい、ここまでねコンプリケーションの表示パターンをご紹介してきましたが、あとですね、
Apple Watch 側でアプリを立ち上げた場合のそのアプリ画面ですね、これもご紹介しておきます。でまずペドメーターですけれども、ペドメーターは歩数、距離、登った回数、そして今日1日の歩数のね変遷を表した棒グラフになっています。でこれが1ページ目で、2ページ目はですね、このようにワークアウトのスタート画面になっています。はい、次にダッフィーをお見せしますけれども、ダッフィーの場合は1ページ目に歩数ですね、それから目標の数値で、こちらに 2.1 キロって書いてるのはこれ距離ですね。で4って出ているのは登ったフロア回数です。で2ページ目はですね、こういう折れ線グラフになっていますけれども、これはですねダッフィーの場合過去8日間の歩数の変遷、折れ線グラフとあとね数字で表示してくれています。まあ、直近8日間の歩数をですね履歴で Apple Watch 側で確認できる、これはなかなかいいですね。はい、続いてねステップスです。ステップス1ページ目はですね、この達成度の円グラフと歩数が出るんですが、ここをですねタップすると登ったフロア回数が表示されます。はい、また下ですけれども、これはですね直近7日間、1週間の歩数の増減、それとその下ですね、これはですね今日の消費カロリー、そして歩いた距離、それと分数ですね、これが表示されます。このねステップスというアプリがダイエットをね意識したアプリのようで、このアプリだけはね消費カロリーを表示してくれます。はい、また下の方に行くと今日1日の歩数の変動を棒グラフで表示してくれています。で2ページ目はこれはですねワークアウトのスタート画面になっています。はい、最後ねペーサーですね。でペーサーはですねもうこのページのみです。でクイズタイムショックのようなこういうメーターで進捗状況を表示してくれているのと、あと本日の歩数だけですね。非常にシンプルです。はい、アプリ画面のね表示内容比較してきましたけれども、特徴的なのはねダッフィーの2ページ目でしょうかね。直近8日間の歩数の履歴を確認することができる。あとはねステップスですね、カロリーも表示してくれるのはこのアプリだけということになっています。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね4つの歩数計アプリ、ペドメーター、ダッフィー、ステップス、ペーサー、それぞれの Apple Watch でのねコンプリケーションでの表示、この違いをですねご紹介してくるとともに、 Apple Watch 側のアプリでできることなんかもね比較してきました。でどれが一番おすすめか、結論としてはですね、もう皆さんもうお分かりですよね。現段階においてもう機能の多彩さ、表示方法の多彩さで言えばもう圧倒的にペドメーターが良さそうですよね。であと小さい丸いコンプリケーションで歩数を表示できるとなるとダッフィーが続くんですけれども、カロリーが見たい、消費カロリーも確認したいとなるとステップスかなというような結論になります。でペーサーですけれども、よく言えばですね一番シンプルなアプリなんですが、一つ気になることがありまして、それがですね歩数の計測の精度なんですよね。で今回ねこの撮影をしている時もそうだったんですけれども、ここまでですね2週間ぐらいこの歩数計アプリをずっと使っているんですが、ペーサーだけがですね極端に歩数が少なく表示されることが多々ありまして、このね4つのアプリ、 Apple Watch の同じ加速度センサー、同じ GPS のデータを利用して歩数を計測しているはずなんですが、なぜかペーサーだけが圧倒的に少ない。もちろん他の3つのアプリもですねそれぞれ微妙にずれたりすることはあるんですけれども、それほど大きなずれはないんですよね。だけれどもペーサーだけどういうわけかわからないんですけれども、全然違う数値を表していることが多々ありまして、ちょっと個人的にこのアプリ信用できるのかなっていうところがありました。まあ今ですね緊急事態宣言なんかも出ていまして、なかなかね外を出歩くことがはばかられる状況なんですけれども、まあ健康のためにね人の少ないところウォーキングしたいっていうような方多分おいでると思います。1日のね歩数を気にしている、 Apple Watch で簡単にね確認したい、そういうアプリを探しているというような方に今回この動画が参考になればと思います。
この動画が参考になった、面白かったという方は高評価、チャンネル登録、そしてベルのマークをポチッとしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。